ベスビオは、イタリア海軍のストロンボリ級補給艦に一番艦。艦名は、ベスビオ火山に由来し、この名を受け継いだ、イタリア軍艦としては五代目にあたる。ベスビオは、オルランド兄弟造船所ムチャーの造船所で、建造され1974年7月1日に、寄港、1977年6月4日に、浸水、1978年10月31日に、 収益する。1980年にイルピニア地震の発生に伴い被災者向けの救援物資を輸送する。1984年にはレバノンに作戦の支援に参加した。1987年9月から1988年3月までタンカー戦争のためにペルシャ湾に派遣され、1991年1月から5月までは湾岸戦争のため再び、 ペルシャ湾に派遣された。1992年には、ユーゴスラビア紛争に対応するためのシャープビジランス作戦とマリタイムモニター作戦に参加しアドリア海に展開する。1992年12月から1993年4月までの間、ソマリアにおける国際連合主導の希望の回復作戦に参加した。2002年から2005年にわたって、 アクティブエンデバー作戦に参加し、地中海東部海域に展開、同作戦の参加中の2004年にはペルシャ湾において普及の自由作戦に参加する。インド洋に展開した際には海上自衛隊から洋上補給も受けている。防衛省給油相手国艦邸名一覧表。ありがとうございます。